はい、えー、それではじゃあ皆さんどうもこんばんは、えー、レックセニ講師のうんのです。はい、森山です。 じゃああの今日はあの、えー、まず私たち2人のところで、択一編の勉強の仕方実力要請の、えー、予習、受け方、復習方法、えー、説明をさせていただきます、そしてあのその後、えー、荒川誌にバトンタッチしまして、実力要請編に毎回ついてくる記述編の対策については、えー、荒川先生の方で後半戦、お願いしたいと思っております。えー、トータルで1時間今日予定しておりますので、どうぞ最後までお付き合いいただければと思います。 さあまずあのレジュメ、皆さんにお手元に配られていると思うんですが、生鮮トン当面の,の、えー、実力要請編、もうすでに何回か受けた方と、今年、し、まあ、来年初受験の方いらっしゃると思うんですが、レジュメの1ページ、ちょっと開いていただいてもよろしいでしょうか。 えー、時期別学習のポイント。まあ、ちょっと、総論として大きなことだけお話しさせていただきます。えー、まず1月から、あの、実力要請がスタートして、週1回、これ、金曜日受験、土曜日受験、日曜日受験、えー、というふうに分かれているのかな。あの、学校によって、え、何曜日か異なりますので、それは、あの、ぜひ、この、パンフレットを、 中、開きませんけれども、ピンクのこの聖戦闘員のパンフレットで、えー、ご自分の本校の曜日とはご確認ください、全12回です、で範囲指定されてます、えー、範囲に沿ってです、ね、全12回、11科目12回で、3月の中、まあ、下旬ですね、下旬まで <laughs> 実施されていくと、でこの時期は <laughs> 知識のインプットをぜひ、ね、中心にやっていただきたい時期と。 そして4月に実力判定、えー、公開模擬試験、えー、こちらが実施されまして、いよいよここ、もしありましたら、この後、直前期突入で。その後、生戦闘練、ファイナル編全6回、記述強化編全4回。 でえー、5月の中盤を迎えまして、これらが終わっていきますと、今度は全国公開模試2回、そして今年改まりまして、スーパー公開模試3回になってます、ですから公開模試が全5回、えー、こちらが6月中旬まで、えー、あの断続的に実施されます、そうしましたら、あとはいよいよ本試験まであと2週間、7月7日が来年の本試験という。 で大きくこの3ターム、1月から3月までと、4月からファイナル登連の5月中旬まで、そしてその後公開模試並びに超直前期、大きく3つの時期に分けていけるのかなとで、知識のインプットをしてもいいのは、してもいいのはって言い方おかしいですけど、<laughs> えー、できれば5月中旬、ファイナル登連までを目処にね、そこから先はあの知識の維持をするようなことが目標になってくるんじゃないかなというふうに思います。でそれぞれぞのお勉強はも もちろん、えー、今日は1月から3月までのところ、お話をさせていただいて、えー、その後、4月以降の勉強に関しては、えー、3月に実施されます、どうなる今年の本試験というガイナスでまた詳しくお話をしますので、今日は3月末までの、ね、勉強方法として、えー、お聞きいただきたいと思います。さあそれでではは今年あの実力要請は森山先生が何回目まで そうですね。六回目まで民法の不動産登記ですね。民法と不動産登記、もう収録終わりましたか?。ええ、大体終わりました。で、六回目までは森山先生があの、解説をして、七回目から。十二回目までが、私の方で、解説をさせていただきます。ということで、今日森山先生と一緒にさせていただくんですけど。先生、あの、じゃ、あ実力要請の受け方編。え一ページの、ところなんですけど。年明けから。年明けから。その前、あの。 ユーチューブとかで、えー、いつ聞いてるか分からないですけど、うん、年内に聞いてる方は年末年始とかこの恒例に向けて何をやればいいでしょうかね12月の24日あのクリスマスのところでちょうど実力診断模試が実施されますのでまずここれれおおめめでですすねね、えー、年内に実力をこうチェックしてで1月、2月、3月もちろん成績を上げていってで直前期にそれを確立しますが今の実力というのをここで確かめておくのは非常に有効ですね。 初級生の方とか、まだ全部終わってない方もいらっしゃるので、点数はそんなに一喜一憂しなくてもいいと思う、や初級の方はね、<laughs> いいと思うんですけど、まあ、中上級で一通りあり主要科目、年内で勉強された方は、ちょっと点数を出しに行くつもりで、まあ、特にこう現初級の方とかは、民法が苦手だとか、不動産の時が苦手だとかあの、自分の主観と客観が違うこともあるんですよね、うんうん、で会長得意だと思ってたのに成績取れないとか、そういうのをこう診断しておくというのは非常に有効かなと思いますねでこれ終わった後なんかガイダンスあるんですよね。うん、あそうです、ねえー、25人 午日から6時以降、えー、森山先生があなたに足りないものは何私は睡眠ですね。 <laughs> 睡眠が足りないでね、足りないものはなで今今、いや、睡眠だなと思ったんですけど、あので年明け以降に意識すべきことを教えますって、ガイダンスもありますので、はい、で成績処理もこれ、されるんですよね、成績処理、ね、答案添削もありますから、うん、ぜひこれはちょっとお勧めになっていきます。はい、あとは年末年始にちょっと取りこぼしちゃった論点やるといいかもしれませんねそうですね、あ、うん、あのまあ、1月から本格的に党連入っていくときにも民、まあ、これからお話をしますがあ、民法なら民法、不動産登記なら不動産登記と、もう結構、 忙しくなりますから、今のうちにこう苦手な分野をピンポイントでやっておくということですよね,そうす,ねそうすると、うん、で年末年始、まあ、そうは言っても、えー、これ、どうだろう、21日から配信されているので、年末のところまで本当、あとちょっとということになってしま,うかもしれませんね,そうですねでもし年末年始、過ごせる方がいれば、苦手なポイントを先にピックアップして、それだけは潰そうというふうに、初めから範囲をこう指定しておいたほうがいいですね。 まあ、例えば不動産の総論とか道場をやりますんで、あの私が不動産登記の総論はちょっと道場、あの今年,年末に配信されますので、そういうのもちょっとぜひあのご利用くださいで、そうしましたら、じゃあ1月の4日、年が明けまして、早いと4日にも生政通りの実力要請編、1回目が始まってきます、はい、金曜日クラスですと、1月4日がもう開校になってきます、はいで、第1回目は無料体験していただけるんですけど、どうしましょう、これ、えー、予習、えー、必要ですか。<laughs> それとも、えー、予習せずに受けるべきですか、うん、永遠のテーマですね個人的な、うん 話をすすれば私は予習必要だと思いますねでこの4月以降のファイナル登レンはもう科目別ではないですからもう自分の勉強すればいいですけれども1月から3月の登レンに関しては指定範囲がありますからその範囲の予習、例えばそこで基本テキストやまとめ集や過去問ですねそれをやって実力をつけた上で点数を取るために登レンを受けるというのがいいと思いますがどううでしょうか、はい、あの1回目の範囲ってもし皆さんあのこのピンクの持っていらっしゃったらでいいですよ。ななかったらない,でいいいででんすけど 20ページのところに範囲表が載ってるんですね、で1回目の範囲って、民法総則物件総則占有権、結構あるじゃないですか、もそれでこれ、じゃあ、具体的にど,どんな感じで、えー、予習をしていくと想定しますもし、フル1週間かけるとすると、えー、例えばあの年内にインプット講座、例えば実践力だとか、あーパーフェクトローラーとか受けた方は、そういうテキストの、えー、講義でやったところをしっかり1週間で見てもらうというのがいいと思いますね。過去問は 過去問も時間があればやってほしいですね過去,で過去問もやる時期なくなっちゃいますから今のうちにその通れに合わせて例えば民法総則と物件とかであればそんなにこう慣れてる方であれば時間かかんないいと思います例えば、えー、過去問とじゃあマストはテキスト読み込みと過去問そうですね過去,で過去問ももし範囲が全部終わらないのであれば10年分だとか、うん、5年分だとか区切って。うんえー で私もあの予習ありの場合にはあのテキストと、えー、過去問はマストだと思ってます。うん、でただしあのその過去問のやり方なんですけどやっぱり門解門解だと多分時間かかっちゃいますよね。はいはい、だから例えば民法総則だったら代理まで でえー、代理までと、それから時効まで,で、で、えー、これ二2つですね、で物件の相続177条のところで1つ、<laughs> 1> で、占、えー、有権で4つで、4つに分けて、まずそのじ代理までのところの合格ゾーンをばーって解いちゃう、例えば10年分だったら10年分の、代理までの問題だったら、あって2三30問なんで、ばーっと問題だけ解いて、でその後と、答え合わせと気になる解説をばーっと読むで、それで1回、その代理まで、今日終わりました。そそしたらのの代理までの テキストを続けてバーっと読んじゃう、ね これでで日日勉強終終わわりまました今日また今は第っ次の日は、えー、時効まで、同じように問題だけばーっと全部解いてで答え合わせと解説をばーっと読んで,でテキストをその後すぐ読む、ね、す,ぐすぐ読むっていうのがポイントでそうすると、うん、今あのやったばっかりのところを,をテキスト読むわけですからあこれ出てたあ、これ出てないっていうのをこう強弱つけながら読め,ら読めるでそれでワンタームで,で同じようなこと177条と占有権ってやると <laughs> 4日でテキストと合格ゾーンが一応終わったことになるんですよね。でうん そういうような形でやってみるといいんじゃないっていうのことはなんか前にもお話をしたんですけどでそうするとと他の科目はやりますか他のの科目の勉強はそうですねあの <laughs> あとりあえず、まあ、今のやり方はすごい、うん、いいと思いますね、うん、で合格ゾーンなんか解く時ときはあの問題があって解説があって問題があって解説がありますからどうしてもこう一問一問読まなきゃいけない気になりますけど本試験なんかでは35問解きますもんね模擬テストもそうだし。そう,でね、でそうすると 合ってた解説については、あ一ちく読む必要はないですもんねで、そのメリハリがつけられますもんね、でどうしてもこう一問一問やると、選択肢は丸やっぱり丸だ、解説読もうとかって時間無駄にする可能性ありますからで、分かってるんなら解説読まないっていうのも一ついい手かなというふうに思いますね、うん、で過去もは確かにあの森山先生がさっき言ってたみたいに、うん、ちょっとあの年数は区切ってもらってもいいかもしれませんあの、えー、それまでのところで昭和まで含めて、ないしは平成以降とか、ある程度ちゃんとやっていたんであればね、あのー、スケジュール 通りに予習が終わることを優先して若干年数は落としてもしょうがないかなと、ね、あのスケジュール重視だと思います、うん、すあの当連でやっぱりこう3月までに終わるような科目割り振りになってますから、あのできることをやる、できるようにやるということが大事ですねで、それがもう年数なのか、夢というような工夫なのかは、うん、各自合うようにやっていただければいいんですけれども。うん あのーまあ、この辺りは全然打ち合わせしてなかったんですけど、安心しました、で <laughs> 大丈夫です、打ち合わせしてないのに、ばれ、はい、てしまいましたから、えー、その後その1週間で、えーまあ、予習をして、試験に臨むわけですけど、うんその、ちょっと私がさっき言いそびれた、あの他の科目の勉強はどうしましょう、はいはい、本当にその科目だけありますか、民法、民法なら民法の。 本当にその科目だけの勉強にするか、うん、あの少しやった方がいいと思いますね。うんうん、例えば、あの今言った深さでなくても、例えばテキストをペラペラするだとかあ、それぐらいを。例えば1日のうち。例えば専業の方であれば夜の2時間だとかまあ。そんな形であの。 かなりこうメリハリをつけてやるってことは理想だと思いますね。うん、そうですね。あの、うん、実践力とかの受講生の方ですとマイナー科目が実は年明けに回せるの、ちょっとまだ終わってない人がいらっしゃるんで、まあ週に一回例えばまとめてマイナー時間。 作ってもいいでしょうし1日、今、森山先生が言ったみたいに、1日の中で5対1みたいな、うんね、あの時間配分でやっていただいてもいいでしょうし、そこはもうお任せしようとは思うんですけど、でやっぱり触れてないと忘れますから、うんあの、目にしてるってだけで忘れないんですよね、うん、だからもう本当にペラペラ見るぐらいで構わない,と思います、ね、そうですね、あんまりこうそれががっつりやっちゃうと、どっちがメインだか分かんなくなっちゃうんで。うんそうそう それはあのでちょっとこの2ページのところに、なんかそういうそのマイナー科目で、サブ科目、このレジュメのところですね、レジュメの2ページのところで、このサブ科目として、例えば刑法をやってるっていうイメージのような、ある1週間のスケジュールみたいなの書いているんですけれども、ああサブとして、例えばマイナーを取り入れていくとか、またはこれ、メインが民法をやってるイメージなんですけど、マイナー科目、サブなんですけど、必ずしもサブは別にマイナー科目でなくとも、やっぱり気になる科目っていうのは人によって違うでしょうか。 からそこはあのメインの会社法をちょっとサブ的に取り入れるとかいうのはありだと思います、ね、でこれ、海野先生の想定だと、うん、これ例えばメインが不動産登記に行ったら、うんうん、マイナーも例えば憲法に変わるとか、もちろん、もちろん、常,ああ常に憲法、刑法というわけじゃなくて、これ、ある1週間のイメージということなんですけど、<laughs> えー、でただし、あの3科目、4科目をガチャガチャ毎日やるのは、この時期は、うんうん、直前期になったらまたね、<う>別ですけどね3月末までも1科目じっくりやっていい、最後のチャンスなんですよ。うん、だから4月以降にそれやっちゃ逆に 一、ねうん、科目じっくりやるのはだから、えー、3月末までのトーレンのシーズンはこのトーレンに並行してとにかく一科目をじっくりサブを取り入れてもいいけれどもあくまでメインの科目と本末、主従、うん、が逆転しないようにしていただくのがサブを2時間取ろうと、うん、いうのは必須じゃないということですよね。 でそうすると、おえー、このおそうです、ね、過去問は先ほどお話ししましたよね、でえー、生戦当連の今、予習を先行するっていう話をしたんですけど、ただあの、3回目、4回目とかの受験以降の方になると、うん 変えた方がいいいいいいかもしれないっていうのは思います。あのいきなり受けて、えー、いわゆる復習・高校パターンですね、えー、予習・先行に対していきなり受けてで、どれぐらい取れるかっていうのを試した上で、えで、ー、先ほどのプランを逆転させて、えー、今度は1週間かけて、まあ、1週間実際ないから6日かけて復習していくっていう、そのドーピングなしパターンですね。 えー、ドーピングというのは予習していくというのがないパターンで、2年目の方にはちょっと進めません、2年目の方には進めませんし、実力要請が初受験の方にもあんまちょっと進めない、ただ、一つのメドが3回、実力要請自体もまあ2回、3回受けてる、でえー、なおかつ、前回、去年が予習ありだったとかいう人、でいやちょっと少し違う趣向を取り入れたいという人はいきなり受けるというのはおすすめれそれはどういう意図ですか えー、結局あのドーピングしちゃっていることによってドーピングとかそのあ,れなんですよ、ね、よある程度予測して問題を予測してでいい点取れて安心しちゃうというのが。えー ちょ、うん、そ実力要請の問題ってそんなに毎年あの変わってませんからどうしてもあれ網羅的にっていう出すっていう趣旨考えるとそこまで問題冒険ができないんですよそうすると2回3回受けてるとある程度例えば去年の実力要請を予習しちゃうとかしたりとかすると結構いい点取れちゃってでそれで安心しちゃって、えー、でファイナルトーナメントになって総崩れになっちゃうっていう人がいますんでそういった方はもうちょっとショック療法じゃないですけどある程度こう自分の実力を毎回試すようなね いきなり受けて、でえー、それで1週間かけて復習するっていうのもおすすめかもしれません、ただその場合には点数は気にしないで、うんはい、予習ありだと、先生、点数はどれくらい取れなるべく気にした方がいいですね、うん、まあ人にもよるでしょうけど、まあ、この時期は実力上げていけばいいので、まああまり一喜中する必要はないと思いますけど、その取れなかった弱点の方をこうをメインに見ていった方がいいかなと思いますけどね。解説講義の中で、今回は何点以上取らないかまずいよって言ってます まあ、あまり言ってないですね。人によって違いますからね。うん、あの、うん、それは言、まあ、言ってないとしても、あのだいたいイメージとしては吉習愛だと。 まあ20後半は守りたいですね先ほど、の野先生の方から、まあ、毎年あまり変わり映えがしないと言いましたけれども、<laughs> ファイナルと違って、あの予想というよりはここは取ってほしいという問題ですので、逆に中身が重要変わり映えしないのは悪いことじゃなくて、あのだからこそ、あの絶対コアな論、えーね、点として抑えてほしいところなんですけど、それで予習なしだったらば、まあ、点数はもっと気にしなくていいと思います。 でむしろ、あここが弱点なんだ、見つかってよかったぐらいの、その後と20代前半になっちゃう人もいらっしゃいます、えーで、予習なしで20代前半ぐらいしか毎回取れなくても、去年、えー、今年と受かった方いらっしゃいますから、うんあの、予習なしだったらなおさら点数は気にしない。 予習ありだったらちょっと20後半、民法だったらできれば30とかね、うん、いうのを少し狙っていってほしいなと思うところなんですが。その予習なしでやった場合、うん、復習をすると言いましたよね、例えば当年で解いたものをどうやって生かして復習すればいいんですか、そういう方は。基本的に解いたその日に、うん、あの解説、解説冊子で答え合わせと解説復習しろと、うんで,まあ、できれば解説講義もその日中に見てほしいと、でそれであのいきなり受けた場合には、当日それで復習するじゃないですか。はい、で次の日からその間違えたところ 意識した勉強じゃなくて普通にさっき言ったような代理までとかさっき言った時効まで、ねうん、177条専用権とかでプランこなしますね、ええ、でこなして最後例えば土曜日毎週受けてるとしたら金曜の夜にもう1回受けるこれの、うん、問題をもう1回解いてみて、うん、間違えたところは克服できてるかっていうような、ええ、うのことをやるといいよっていうようなことは言ってるんですよね、はい、なのであの、まあ、そこは絶対もう1回受けるのは必須かっていうとそれはちょっと時間的に難しいかもしれませんけど、うん、それはおすすめだと思います。はい さあじゃあそうすると、えー、解説講義今ちょっと言ったんですけどやっぱ当日に聞いた方がいいですよね。ね なるべく当日のがいいですね、ね記憶が鮮明だし、あんまりこう先延ばししない方がいいですね、うんうん、でよく当練受けちゃうと、当練を受けましたと、でその日は何もやりませんと、疲れたからと、で、えー、月曜日、火曜日、水曜日と復習しますと言って、自分の勉強が進まない方いるんですよね、うんうん、な,なるべく当練はその日に完結する形で、で次の日からもう過去問だとかテキストとかに進めた方が、当練の勉強もできるし、自分の勉強もできるというふうに思いますね。そうですねあの 1>, 大体1回の講義で90分あるんです、解説講義が。うん、何問問問らいいい解解説説してててまますすすすすそうです、ね、あの12 3問ででね講義するる題っての中書いてますあののににレジュメあなので自分が聞きたい 問題が解説されるかどうか、レジュメを見れば、多かった予想はつく、そしたらあのちょっと、全部難しかったら、その聞きたい問題を、レジュメを見て、ねうんあ、この問題、ちょうど聞きたかったんだっていうので、まあ、何分ごろにその問題の解説が来るか、そこはちょっと探してもらわなきゃいけませんけど、そういうのやり方をするっていうのはありかなと。 全部90分きついんですけどっていうんだったら、最悪それでもで、ねね、やってもらって、うん、自分があの楽勝で分かったものを、ね、だ,らだらだら解説聞くっていうのは、それが無駄だっていう人もいるので、うんそ,でね、そこはお任せいたします、ただぜひね、あのせっかく解説講義ありを選んだんであれば、聞いていただきたいなというふうに思いますので、えー、ただあの、インプット講義を本格的に取ってないとか、うん、まあそういう方は講義を聞く、ね、チャンスですから、問題を移しているだけじゃないですからね。はい じゃあその卓越の問題について、その間違えた問題、間違え帳みたいに作ったほうがいいですか、なんかそういうのそそういううういい人ことを聞いてくる人、受験生がいるんで、間違えた問題は書き出した方がいいでしょうかとかあの私は、記述は、それ進めてます例えば、ええああ、これがこういう記載があったらここに注意するんだとか、んうん、あこれがあったら本人確認、情報つけなきゃいけないんだとか、いろいろありますから、あのそういう記述は。 あの何を見て、何を気にするってことをやってほしいので、えーまあ、モチフに定等権ついてるから2回に分けるんだとか、うん、ただ、択一については大体、知識はテキストにありますから、テキストに戻って付箋貼るだとか、そういうことをしてほしいってお話はしてますけど、どううでしょうあ私もあのその今、間違えたものっていうのは、3月までのところで克服するのが目的なんで、うん、その今書き出しても、多分直前期でもう役に立たない,いうか、うん、そうですけその声もうその声、うん、吸収できてるはずなんで、その本当は直前期にこの5年でまだ覚えないっていう択一知識 式を書き出すのは有効だよって言ってて言るんでです直前期で、ね、だけどこの1月から3月に間違えた問題をルーズリーフとかに書き出すのはあんまり進めないです、ね、そうですね。どうせテキスト見なきゃいけないんで、うん、テキストに書いてあることですからそこに戻ってちょっといつもと違う傾向ペンでつけるとかそういうのはいいですけれどもそれがあのレジュメのところにも2ページの丸4丸5で,で記述の方については間違いノートを作るといいよだけど択一についてはあ,のあまりおすすめではないかなと択一の間違い帳的なものは作んなくてもいいんじゃないかなというふうに ううには思っており規律についてはね、うん、これから荒川先生もやってくれますので,で,、はい、で、その上で、あの実力要請のお問題で、えー、例えば1回目から3回目、4回目が民法不当法で、4回目の真ん中から5、6が不当法、7、8、9が会社消灯法で、えー、10回目以降になるとマイナー科目じゃないですか、でこの10回目、11回目、12回目。 この3週間はじゃあ、えー、民法とかやらなくていいんでしょうかとかあ、まあ、そもそもあの、えー、主要科目にこの3週間一切触れないのは大丈夫でしょうかって質問がよく来るんですけど,ど、どうですか、この10回目、11回目、12回目、えー、そうですねあのマイナー科目になっちゃいますね。うんただ メインはやっぱりマイナー科目だって、うん、一時期はしっかりやっていかなければいけないわけですから、ね、あんまり気にする必要はないと思いも、ね、うね、うん、その民訴だけで1週間取れる贅沢ない、1>, そうですね、1週間ってもう二度とやってこないから、やってこないからこの、この時期は民訴だけに、10回目は県警だけにっていう、でもどっぷり使って、まあ、さっき言ったサブ的なものとして取り入れるのはいいと思うんですけど、うん、あのそれはそちゃんと向き合ってい、ね、っていただいた方が。うん いいと思うんです四、ね、月以降になってじゃあ警が苦手だからできる方はできないわけですよね。もあの四月以降になってちょっと民法だけに一週間使っていいでしょうかとか言ってくる人がいるんですけど、だいたいちょっとカンバしくない成績なんですよね。えー、あのちょっと結果があの残念な結果になっちゃうとか多いので、そうならないために三月末までにゆっくりじっくり一科目ねやっていただくのがいいかなと思います。じゃあ,あのこのネジ目のところ今二ページのところまでお話をさせて先生二ページの表の中で。 期日が。 ちょっと時間があるんですけど、まあ、そうそう、これ、具体的なやり方、荒川先生に後でね、うん、ぜひあの聞いてもらいたいんですけど、私あの、記述も全くやらないっていうのはなしかなと思って、例えばその、初見の問題を、まあ、マックス2問とか、でも、えー、本試験レベルの問題をやるのはちょっと重くても、うん、若干ちょっと本試験よりちょい優しめの品質論点ぐらいの問題だったら、えー、初見の問題を1、2問をやりたいなっていうのが正直なところ、まあまあ、1問は守りたい、1問はどうする 守りたいってあの実力要請で、えー、初見の問題1問やるので、うん、プラス1問という形でそうすると週の中日、水曜日にそれ持ってくるとすると月、火、木、金は、えー、例えば軽めに、うん、あの一度解いたことある問題を、えー、起案だけするというのは聖書の直前までやるみたいな。うん あのでそれを不当、消灯で水曜日もじゃあ初見の問題をやったとして、えー、木曜はまた不当、消灯でちょっとこう30分ぐらいのイメージで,、ええ、であのやっていくというのがいいんじゃないか、うん、だから全く記述に触れてないというのはなしかないうそうですね、うん、いうふうにで例えばなんかひな形がまだこの5人で覚えられていない人はひな形をに時間に当ててもいいですよね。うんうん ひな形はね、もう三月末までに引き続いてやっぱり覚えていかなきゃいけないですね。そうですね。で四月以降はもうチェックで済むように、うんうね、今のうちにかけるように。うん、もうひな形を笑う人に合格者はいませんからね。ひ、え、な、ー、形はもうあのなんだかんだ言ってもやっぱり覚えていっていただきたいと思いますしっかり。よく。 最近の受験会では、ひな形を覚えていても書けないと言われるので,、うん、で、誤解する受験生の方もいて、それはひな形を覚えなくていいということではなくて、覚えていることは前提で、プラス解放があるということですよねだからひな型をあの笑うものに合格者はいませんから、ね、あれ書いて皆さん、これから報酬もらうようになるわけですからね、それを書けなくてどうするんだっていう、ひな形はぜひあの引き続いてやってみていただきたいと思います。はい はいはじゃあ、あの次にです、ね、3ページのところをちょっとご覧になっていただいて、私、よくちょっと申し上げてるんですけど、3月のちょうど最後が二十三、二十四十二回目、えー、実力要請の12回目、3月の22、23日、24, 24日があ12回目なんですねで、そして次の3月31日のところで、実力診断模試。 実力判定模試っていうのが、ね、そうですね、実力判定模試が 3, 4月,の3月31日から3 4月の頭であるんですよ。で、ここでいよいよ実力判定模試から、いよいよ直前3ヶ月スタートっていうことなんですけど、そこで一つ提案なんですけど。 3月の22、23、24で、実力要請12回目が終わって、実力判定模試の3月31日、4月1日までの1週間、えーまああの、いきなり受けて復習、高校パターンの方は、そこ、最後の12回目の復習しなきゃいけないんですけど、予習選考でしてきた人は1週間空くんですよね、予習選考でいった人は、その12回目受け終わって、次、実力判定模試まで1週間。うん さあこの1週間どううしししままょかかか何何すすすればいいですかそ,れそれがこの3番の「過去コ2」で実力要請編が終わって実力判定公開模試までの1週間どうしましょうというところだったんですねでまず一つちょっと提案なのが、うん、一息入れるなるなほど <laughs> 3か月頑張った自分を、うん、ご褒美じゃないですけど、ええ、ちょっとそのよ,よく頑張ったっていうちょっとこう。 けじめとして例えば半日オフにするとか、まあうん、私は1日ぐらいオフにしても全然頑張らないと思うんですけどあの1日ちょっとあの今までの,あの、ね、机の上をきれいにしたりとかちょっと体を動かしたりとかなんかちょっとこう3か月頑張った区切りっていうのを絶対つけた方がこうなんうか人の集中力って3か月がマックスだっていう説があって<ー>その3か月こう走り切った後にそのままあの、ね、それを一旦リセットしないで、うん、そのままの勢いで4月以降走り抜けようとすると5月にね 糸がが切れる人がいる人いんですよ、うん、あのゴールデンウィークで、まあ、世の中こう浮かれてくると自分こう月1月から走り続けてて4月は根性で乗り切っただけど5月になってあったかくなって世の中浮かれてて出ました言語変わりますからね来年ね言語変わってなんてお祭り騒ぎでっていう <laughs> そんな中で何やってんだろうみたいな感じでこう5月にこうぷっつり切れて飛んでちゃう人がいる、ね、飛んでて帰ってくればいいんですけど帰ってこられなくなっちゃう人が出てくるのでなんかそういうその自分のこうなんだメンタル的なあの区切りとして三月末のところ ちょっと1日でもいいから、ちょっと伸ばして、ね、頑張った自分でスイーツ食べ放題とかね、うん、あのいうの形でそのお、ちょっと、えー、ご褒美するみたいな、そういうのはやってもらってもいいのかなとそれを目指して頑張れますもんね、そうそうそううインセンティブですね、やっぱり一日遊んでると、勉強したくなる気持ちも湧いてくるんで、ま、うんうん、また頑張りますよね、うん、そうでだからできれば、ね、3時間だけオフとかやめたほうがいいかもしれない、ね、うん、休んだ気にならない、えー、<laughs> 3時間だけオフとかだと、休んだ気にもならないし、余計に焦っちゃって、うん、だったらもうちょっと1日割り切って、ね、勉強しない。 でそうしたとしても、あともう1回ありますね、どうしましょうか、この実力要請が終わって、まあ、予習選考だった人についてのお話ですけど。 まあ、そしたらもうこの実力判定模試に、えーえ、実力判定模試でしたっけ、実力判定模試に、点数取りに行きましょうか、点数、ねうん。そうですねでで、今までの弱点など、復習するなどですかね、うんうんうん、そうですね、うん、あとあの、民法、えー、からだいぶ時間経っちゃってますから、えー、じゃあちょっとその民法不当法以下の、うん、まあ12回分の実力要請、全部やるとは言いませんけど、うん、そのちょっと実力判定、3月31日の模試に向けて、その1週間で戦闘モードに。 整えて点数取りに行くでこの3月31日の模試でどれぐらい取れるか、ですねそれがいよいよ3か月のスタート。それと比べる意味でも、この12月の模試も受けといたほうがいいということ実力判定公開模試を3月31日に受けました、そうすると次の週からファイナル。はい えー、生え、ト戦レンのファイナル編がスタートしていきます、一応、3、ま、月、あ、までと言いましたけど、レジュメのせの性質上、6ヶ月書いてありますから、ちょっとこれにのっとって説明しますね、うん、でファイナル編の解説講義は誰でしたっけ、<laughs> えっと、私と、ネモささんんんと森山ででやるんですそうそうです、ね、1、3、5が私で、2、4、6がネモさんで、記述は森山さんが解説。と、はいえー、いうことで、ファイナル討ーがあがいよいよ4月の7日のスタート。 えー、で全6回、このファイナルトーレになると、えー、点が伸びないんですけどっていう人がいるんですけど,ど、どうやってアドバイスしていきますかあのそれは1年目の方なのか、うん、そうじゃないのかにもよりますよね。1年目の方だと はあの伸びなくて当た,り前、ね、当たり前だと思いますこのファイナルで全然点数取れなくて受かってる方もいますから、うん、ただその方っていうのはえ本当にこう勉強始めて最後に伸びるタイプの方なんでもう全員があ取れなくて受かるわけじゃないですけどね。うん、で、えー、このファイナル編はあ1回目が午前科目、えー、2回目が午後科目、ねはい、奇数回が午前科目偶数回が午後,午後科目。でもうこの時期になると複数科目を 勉強すするううもそうですからね今まで1科目じっくりだったのが、うん、あの複数科目を勉強していくような、ね、直前期に突入ということになるわけですよね。うん、で、えー、永遠のこれも質問なんですよよく聞かれる「全足復習しなきゃいけませんか?」ファイナルトーの復習方法。なるほど あの私はあの時間で区切るって言ってますね、例えば復習が本当に全足検討して、全足復習して、何日もかかっちゃうようであれば、それはやめてくださいと、とにかくえ当日かその翌日ぐらいまでで復習が終わるように復習すると、例えばそれで、例えば自分ができない問題があの何十問もあって、復習が終わらないっていうんだったら、まだ他にやることがあるはずですから、あんまり時間を使いすぎないってことが大事だと思ってますね。 そうですよねでよくあのファイナルトーレンでこう本試験に似せるために結構難しい足を入れてきたりすることもあるんですよだから全足を完璧にファイナルトーレンの復習として、えー、やるのはちょっといかがなものかなとは思いますね。そうですねで時間が 例えば35問のうち30問ぐらい取れていて、うん、あと5問上乗せしたいというんだったらその5問をしっかり復習すればいいんですが、うん、本当に時間かかっちゃうようであれば初めからそういう問題を捨てて、うん、消去法も使っていいです、ね、そうですすねねそう例えば過去問でやったのに取れてないとか正解率が高いのに取れてないというんだったらそこはどうして取れなかったのかをしっかり復習してもらって覚えてもらう必要はあるかと思います。けどね そうなんですだから実力要請と違いますから、うん、実力要請はどの足も重要な足で構成されてるんですよ、ね、確かにあのちょっと難しい足が出たりすることもありますけど、基本、うん、あのー 消去法を使うって答え出してもいいんですけど、一応、復習の時は全がし、検討しようねと、うん、だけど、ファイナルトーは本試験に似せてますから、割と消去法を使ってでも答えが出るかどうかに、あまずは、あのうん、えー、重視してほしい、これ、公開模試もそうですよ、公開模試でも答えが出るかどうか、ねで、全部の足が完璧に復習できるというのは、4月以降のファイナルと公開模試は、あそこまであの、そこまで重視しなくても、ね、うん、解けないいっていう問題も多いですから、そこはちょっと注意して、実力要請の3月までの問題の復習 方法とファイナルト連公開模試の復習方法をちょっと変えることは重要かなと思いますファイナルはあの、うん、復習だけじゃなくて、解くときにも本試験意識して、うんうん、本試験ならこれ見ないなとか、うんうん、ここ飛ばすなとかいうことも練習してほしいですよね、あともうあの、えー、どの問題、そうだねあそう、どの足を軸にして解くかとか、そうですね、それはやってほしいですね、でそしてあの3ページのところ、今4月から5月中旬まで行ってますけれども、でまあ、アウトプットを繰り返していただく。 でまあ、過去問ですよね過去問ですとか、うん、あの問題を、まあ、回していくという勉強が一応その王道なのかなと、でそれ、いつも森山先生、なんて言ってますか、過去問を4月以降は回す,回し,す、ね、回します、ね、うんまあ、それはまあ皆さん同じですよね、えーで、その、まあ、過去問をじゃあ30年全部回します いいや無理だと思います例えば今まで少し年数多かった方も繰り返すことが大事なんで、うん、少し絞った方がいいと思いますね。30年分1回しかできないより10年分3回回した方が絶対いいですから、ねね、そこはもう、うん、あのぜひね、えー、回す題材は、はい、あちょっと。 選別する、ねうん、ということで、まああの、そういうのを講座とかで、私もなんか、択一過去も絞り込み講座、ね、うん、もう最初から絞っていくのを、それを回す題材として、も皆さんね、提供してなんて講義もやってますけど、別にそういった講座を利用するしないはともかくとして、ある程度絞るっていうのは重要かもしれません。で、えー、丸四、蒸気と並行して細かい暗記作業を繰り返す、そうですよね、もう暗記しなきゃだめですよね、うん、ねこの時期はね、えー、暗記できないんですけどとか言ってる人、えー、よくあの質問を受けるんですけど。 できないんじゃ受かんないよとか言うと、はい、分かりました、うっていうのを暗記しますと、ね、もう本当にできないんですけどとか言ってる暇があったら、1個でも覚えるように、ね、もうあのそこはもう歯食いしばって、えー、そこまでして皆さん、司法書士の資格は取りたいわけですからね、もう暗記はもう、えー、これ、修行だと思ってね、暗記していただきたいなと思いますまあよく講義の中で、うんあの、理屈で覚えられるんだみたいな話をこう一番最初はしますけど、この時期になって理屈で覚えてられなかったら、ねね、もう覚えるしかないですよね。うん、ねうん でえそうしてあとは記述もお、まあ、記述は引き続きファイナルトーレンで週1問、新作あります、でまあ、プラス1問ぐらいやっぱ新しい問題やりたいなというのは、具体的に記述については荒川さんにちょっと、えー、あの譲りますので、その、まあ、丸5、簡単に説明しますね、記述については1週間に不当法、小当法、各2問ずつ、ね、初見の問題解きたいな、はい、願望で、うち1問はファイナル、効果模試でカバーできますから、もう1問自分で、例えば過去問やるとか。うん でそれから、まあ、あやってなかった、東連の問題とかやるとか、ね、そういったものを、えー、解いてほしいなと思います。で、この時期、間違いノートを継続して作成、間違いノート、どうやって作ってました 私ですか。の,、うん、あの覚えてなくて、間違えたところは書き出してましたね。私あのその、実力女性の頃から、自分の答案を提出する前にコピーして、コピーしてであの、書いたものは提出するんですよ、だけど、えー、あのレックの社員が集めに来る直前に、あのコピーしてですね、<laughs> コピーしておいて。でその コピーしたものを自分で後で丸つけて、うんで、それをファイリングしてたんですよ、で間違えたところに、ええ、もう赤でも間違えた理由、うんええ、なんでここ間違えたのかってそれはその公開会社であることを見逃したとか、うん、あと、株券発行してないという注意書きを見逃したとかって、うん <laughs>、間違えた理由を赤ペンでこう自分の答案用紙に書いてで、やっぱね、すごい痛い作業の間違えてあるから、うん、痛い作業なんだけど、それをファイリングしてって、うん、で折に触れてみると、あこんなことやらかしてる、こんなことやらかしてるっていうのが、やらかした履歴っていうのが、 できてきててで、うん、それれは少ししお勧めかもしれませんねそうで,す、ねね、でその理由そ書いておくと、うんうん、次に例えばどこを見て気付くのかっていうことがわかりますからなんかちょっとあのそういうふうにちょっと間違いノートは記述に関しては有効だと思い択一、はい、もこの時期は間違いノートは作ですか択一はと作ったのかなもうちょい後とかだったかなって公開模試のシーズンになってからこの場でまだ覚えてないのを。うん ルーーズリーフにあ5月だから中旬以降ですよ、民法不当法で各科目ずつルーズリーフに、もうひたすら書き出してましたね、準、えー、不動で、えー、だから相続の次に債権が来てもいいから、間違えたのを過剰書きで、うん、あのルーズリーフに書きためてで、えー、それが最終的に民法がなんか5、6ページ、50、まあ、ページ未満ぐらいできたのかな、うん、それはあの前日に見てましたね去年とか今年の合格者なんかでもそういう方何人かいましたね。うん なんかそれはあのもうちょっとあとでもいいかもしれませんね。ねうん、じゃあそうすると、そのファイナルトーレンがじゃあ5月中旬終わりました、5月中旬から本試験までも、もそうすると、これは本試験までですから、要するに第3ターム、いわゆるもう公開模試のシーズンですね、うん、もうこうなったらもう新たなインプットは極力、ね、控えて、知識の定着と。 まあ、繰り返しですよね、えーえー。で、この時に絶対に間違えた問題のみ、または苦手な科目のみの勉強に偏らない。これで失敗する人いませんか。んかい,まいます。います。あのに、得意だからといってやんないと、そこは苦手になっちゃうんですよね。そうそうそう本試験の時に、忘れてることに気が付くっていう。うんえー、<laughs> 本試験の時に、だからの意外な事実として、これよく言うんですけど。 えとベテランゃになればなるほど、4問目の生徒率が低くなるんですよ午前の4問目がの、生年貢献とか、生、うん、年後見とか、意思表示とかの問題、うん、なんで民法の4問目なもう落とすのっていうと、ね、初級生は絶対取ってるのに、えー、それはもう頭の中で、意思表示、大丈夫だ、ね、制限行為能力者あ、楽勝っていうのだけ覚えてるんですよね、うん、<laughs> でも、楽勝じゃなくなってることに当日に気がつくっていう、そういう残念な受験生にならないようにあの、ラスト2週間、3週間は、本当に、あの、お ねあのまんべんなくねやっていただくといいのかなというふうにアドバイスをしております。まあメリハリはつけてるいいんですけどね。うん、そうですね。うん、あのもちろんまあ難しいところはあ間違えたとか熱くっていうのは、えー、いいと思うんですけど。またこの辺りは直前期にううそうですねやりました。お話がやりまやりまあの、うん、このこのあなんですけどこういうその。 あの勉強系のガイナスは3月の末に大きな「どうなる今年の本試験」っていうイベントを毎年やってるんですけど、うん、そこで直前3ヶ月に今度特化した勉強方法のアドバイスと大きな山当てをする。あの 公開講座がございますので、ちょっとそこで詳しく直前3か月についてお話をしていこうと思います、はい、そしてあとは先ほど言った森山さんのガイダンスですとか、うん、あと3月16日には、このちょっと後ろ、はい、見ついていただきますあの毎年これも実施してるんですけど、根本さんが出題予想論点、ローラー大作戦の無料体験会、これ、水野橋本校で同時中継もいたします。こちらの出題予想論点 山手にあのプラスインプットを取り入れてですね、毎年大好評ですから、これの無料体験ぜひですね参加なさっていただきたいなと思います。これもよく当たりますよね。うん、当たります、うん、当たります。あの本人はデータ宇野先生のに勘でやってるんじゃありませんと言ってますけど、まあ別に私もすべて勘でやってるわけじゃないんですが、<ー>まあで、えー、3月18日にあの直前卓一カコモ絞り込み講座ね、これねぜひあの講座自体を取らなくても1回目だけはね皆さんに参加していただきたいんです。と言いますのも。 この1回目のところで、えー、もちろん無料体験なさることながらあの3か月の詳細な勉強スケジュールを。 どうなる今年の本試験以上に詳しくあの勉強方法あの、アドバイスしますので、結果として取らなかった方も1回目だけは、ね、あのすごく役に立ちましたと言ってくださってますので、ちょっと1回目、どうなる今年の本試験を聞いていただいた上で、さらに詳細なスケジューリングの点ですね、1日の、とある1日のノルマみたいなことを公開して、これぐらいやるのが合格レベルだよっていうのはお話し,しますから、もしよろしければ1回目、無料体験に、ね、来ていただければなと思います。はい、であのその上で、えー えー、全実力要請も1回目無料体験できますから、もしちょっと悩んでらっしゃる方は、ですね1月の初っ端なんですけど、ぜひ、各レッ子の本校にいらしていただければと思います。はい、では、卓越の勉強方法、えー、森山先生、なんかあと、こどうぞ、なんかあれば。あ相,続法相続は7月施行ですけど、はい、出すんですかって電話してみたんですよね。<laughs> でそしたら、まあ、明確には答えてくれませんでしたけれども、あのまあ、4月1日施行のもので出さざるを得ないかと思われますみたいなことを言ってたんで、<laughs> えー、もしかしたら、どういう解釈をするかですよね、この言葉をあ,じゃあ、とばを。で、私は森山ですって言ってたんですけど、うん、でその後あの、あの森山先生ですよねって言われちゃったから、それ以上なかったんですけど <laughs> <laughs> 名前言ったんだ、<laughs> 根本ですとか言えばおもしろいで <laughs> <laughs> その、じゃあ、そうなると可能性は全く出さない、触れない。 うんのに聞こえたんですけどねまだ分かんないですけどね全くでもでも七月七日現在でもう施行されてるのに給付、えー、出すのまだおかしいじゃないですかおかしいですよねだちょっとまじゃあ、うん、全くその論点かすりもしないか分かんないですか でも、近々発表されるはずなので、受験生にできることは、今、それ以外のところ、しっかりやっていくことですよね、本当に気にしてる人いるんですけど、君はそこじゃないよねとかいう人もね、時々言わないですよ、そんなそんないこと言いませんけど、そこ以外のところをね、やった方がいいんじゃないっていうのも確かにあるんで、あまり気になさらないように、われわれも分かりませんから、われわれもそういう情報収集、一生懸命やりますので、皆さん、それ気にしないで勉強していただければいいかなと思いますね。ではちょうどお時間 私たちばっかりしゃべっかてると思うんでが、荒川先生の記述がなくなっちゃうんで <laughs> あの、それではじゃあ、択一の方の話は一旦これでおしまいにさせていただいて、はい、じゃあ、記述の話を荒川先生の方からお話をさせて、していただきたいと思います。では、あの我々は以上でえ、ご清聴どうもありがとうございました。<coughs> はい、ええー、じゃああとこれからあとそうですね、20分弱ぐらいですかね、えー、記述の方のお話をさせていただこうと思います。ええー、レクセン講師の荒川修一です。よろしくお願いいたします。はい、えー、なかなかこう座って話すのが慣れていないので、僕はあの立ったまま話をさせていただこうかなと思います。はい、ええー、ということで、えっ、ー、とレジュメは今持ってらっしゃるレジュメの後半部分ですね。ちょっと打ちしましょうか。はい、この辺りからね。 「東、えー、連徹底活用術等」術って書いて「記、ま、述、あ、編」となっているところからですけれども、まあのまあ、勉強方法全般的なところは、えー、今の前半のところで雲野先生森山先生がまあお話をされていましたのでこう大きいスケジュール感こう大きなスケジュール感っていうのは今まで、えー、前半で聞いていただいた話でいいのかなと思いますからもう少し。 どっちかというとその記述式のまあ勉強の仕方というかえまあここのレジュメで言うとちょっと空白になってますけれども「格論」ってなってるじゃあ予習ってどうするの当日どうやって受けるのそしてそれをどうやって復習するのっていうこの辺りをちょっとあの着目しながらこの辺は常にお話をさせていただこうと思います。 とということでまずさらっと概要だけ見てしまいますと、まあえー、実力要請編の問題のコンセプト、まあねえー、解かれる前に知っておいた方がいいと思いますのでお伝えをしておきますとさ、えー、まざ、あ、まな論点ひな形を確認してもらって、まあ、弱点がどこにあるかまだ皆さんの中で身についてないところはどこなのというのをまず探していただくようなつもりで作られている。 なので難易度はまあ高めという書き方をしましたけれども択一寄りの論点も含まれるっていうような書き方をしてます、まあ、つまりまあファイナル編4月以降のファイナル編等は以降はどん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 本試験に似てるイメージにしていきたいわけですからそうするとその前の実力要請編で皆さんにどういう問題を見ていただくのがいいのかなってなるとまあ少しあの 気を照らってるとまでは言いませんけれども、まああのこの1月から3月で少しこう脳に刺激を入れるっていうんですかね。あのあこんなの見たことない、こんなの知らなかった、こんな論点聞かれるんだみたいなところをちょっと入れてある、えー、形が多いです。なので、えっ、ー、と場合によってはこの当連の記述式の問題を見て、うこん初めて見たっていうような論点も入っていると思うんですが、まあそれはそれで場合によったら記述式では問わないよ。 な論点かもしれないですけれども記述式でその論点を見たことで択一には、ね、戻って択一の知識が確認できれば十分だろうというようなところもありますから、まあ、どちらかというとこうきれいにストーリーをこうストーリーだった問題というよりは少しこう論点を 詰めていくような形になっているので、まあ、こうお話の流れ、えー、事案の流れとしては若干こうスムーズじゃないような、えー、感覚を覚えるかもしれませんけれども、まあ、あのいろんな論点を集、まあ、めて入れてあるというような形で、えー、理解しておいていただけるといいのかなと思います。なので、えー 次活用方法というところで見ておきますけれども、まあ、結論としてはこの1月から3月12回分答論を受けていただきますので、まあ、ここで、まあ、まずどの辺が自分に足りないのかなっていうのをまず見つけていただきたいということとあとはまああの4月以降を考えて1月から3月どうするかということでこの記述の解き方なんですよね。 この解き方を何とか4月までに今年はこの方針でいくよまあ例えばあの皆さんの中だと答案構成使う使わないなのかとかどういう,ねこう問題文をチェックしながら進めるのかっていうのをこの何とか4月のファイナル編以降がまああの本当に本試験に近い形でやるとするならばそれまでに固めておきてほしいなと思うわけです。つまり4月以降に例えば まあ、あのー。 不動産登記を商業登記法の記述式をどういう順番で何分ぐらい時間かけて解くかってそれから考え始めたとするとファイナル編と公開もしスーパー公開もししかもう試す場所がそもそもありませんから、まあ、結構リスクが高くなっていくかなと思うんですなので、えー、もうある程度何回か受験回数を重ねていらっしゃってもう自分はこういう形で解くよっていうのは決まっている方であればもうすでにこの実力要請編の段階からそのご自分の解き方 ね、解く順番だとか、えー、メモの仕方とかそういうところをもうどんどん検証する作業に入っていただいていいと思うんですけれどもなかなかそこまで固まっていらっしゃらない方もいると思うのでだとするとこの12回分の答弁を使ってそれもあの毎回3時間ですよね。でそれで、えー、確かに民法がが問出出てててる3 3時間ともう少しマイナー科目が出てて 出てる3時間ってその記述にかけられる時間は違ってくるとは思うんですけれども、まあ、でも3時間を使って択一の35問プラス記述式を2問解くっていうトレーニングは実際そんなに何回もできるわけではないですからその中でなんとかこの実力要請編12回分使いながらこうトレーニングする機会が さ,さっき数えてたんですけどももう全部で30回弱ぐらいしかないんですよね3時間使って記述プラス択一を解くっていうのがなのでなんとかその30回弱の、えー、チャンスを有効に生かすためには、まあ、このなんとか実力要請編のところまででこちらね解き方をなんとか固めてしまいたいなというのが大きい意味でのト練の活用方法になっていくのかなと思います。 なので今もちょっとね言いましたけれどもとにかく3時間を使ってどう対応していくかっていうのを、まあ、現場対応力とといいいいう意意味ではすすごく意識をしてたただきたいなと思います当然さっきも言いましたけれども民法が35問詰まっている時の3時間っていうのは皆さんにとって記述に充てられる時間は当然少なくなると思いますけれどもでも本試験でもちょっとはまってしまって 気が付いたらものすごい時間が経ってるっていうシチュエーションだってやっぱりありえるわけですからそういったトレーニングをまあしてるんだというふうに思えばその3時間をどううまく使っていくのかっていうトレーニングには十分つながっていきますから、まあ、なるべくねその 現場でどう対応するのかっていうのを体験できる本当にあの貴重な機会ですからぜひその3時間をうまく使うという意識だけはあの常に持った形で答練を受けるというのをねぜひお勧めしておきたいなと思います。そして次に じゃあ結局ここからがまあ今回のお話の本題になるかと思うんですけれども、じゃあ、どうやって、えー、予習、まあ、する必要があるんだったらどう予習するので、当日どういう形で受けるの、そしてどういう形で復習するのというところのお話をしておかなければいけないと思うんですけれども、これでまずあの考え方として、考え方としてまあベースに挙げておきたいなというのが、資料の1番と2番、次の、ねえー、ページにあるものなんですけれども、 昔よくね、私の講義で見ていただいてた、まずはこの PDCA ということで、まあ、あのご覧になった方ももう多いかなとは思うんですけれども、大きくこの4つのフェーズに分けて物事を考えていきましょうねということで、まあ、あのプラン、どうやって記述式の問題に対応していこうかな、どういう順番で読もうかな、どのくらい時間かけようかなっていうのがあるわけですよね。 でそれで、えー、右下に行きますけれどもこの段階でまあ計画通り演習しましょうということでここはその現場でさっきから言っている3時間をどう使うか。 ととといいうう話にどちらかというとリンクしてくるそして次、えー、左下に行ってチェック点検ですけれどもここからが復習のイメージですよねなのでここで、まあ、当然現場では1点でも多く取ろうという意識で皆さんは解かれるわけなんですけれどもやっぱりそれでもうまくいかないことは当然あるわけですからじゃあどうしてうまくいかなかったのかというのをちょっと深掘りをしていただく形を是非取っていただきたいので、えー、どれを重視するかということで。 言うならば私はこの C ですよねチェックと次のアクション改善ここに力をかけていただきたいなと思ってはいますそして最後左上に上がってアクション改善ですけれどもまあ、ここはチェックの段階でどれだけ皆さんが自分のミスしたところあるいは解きにくかったなっていうところを深掘りできているかどうかで 次のアクションが変わってきますつまりさっき海野先生と森山先生もちょっと触れていたんですけれども例えば、ね、あの間違いノートを作っていく時に海野先生が言ってたのかなこれを間違えたのはどんな原因だったっていうのを赤いペンかなんかで書きますよってあのやらかした詩を作るっていうようなお話をされていたかと思うんですけれどもそのイメージです。つまりチェック復習のの段階で、まあ、こ,れこの後でもうちょっと 深掘りして話し話ますけれども何で間違えたのかが分かんないとあ間違えたでも解説見たら何、うん、か知ってる知識だったから次は解けるだろうで固止まってしまうと次もまた人間って同じミスをするんですよね。なので今回 やって当連受けてミスが出るここまではいいと思うんですつまり自分の弱点が1個見つかるわけですからただもう1回同じことはしたくないわけですから次その作戦が失敗してもいいんですよね。ここでチェックしていやこれが自分のミスの原因に違いないと思ってじゃあ次はこんなやり方で改善してみよう例えばもう5分時間をかけようでもいいわけですよねそういった形でやってみてでそうするとまた次の 次のプランになっっててっててていやみた、でもやっぱりまだうまくいかなかったじゃあまた違う作戦を考えようっていうことでこの4つのフェーズをぐる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 とにかく回し続けて最終的にまあ合格に必要なレベルの皆さんの戦略が立ってくればいいわけですからいかにしっかりこうチェックの段階でまあ自分の,、ね、そのミスと向き合って。 まあ深掘りしておけるかかどうかその深掘りできるレベルもね何回もやっていくうちにどんどん深まっていったり自分の傾向が分かってきますからただこうやっちゃいけないなって僕が思うのは解きっぱなしでまあ答え合わせしてあなんとなくできてるうん OK っていうような形でこうスルーしてし。 いってしまうと、この30回弱しかないえ、貴重なトレーニングの時間をまうまく使えなかった。有効にね使えなかったということになっていくと思います。から、ここだけは気をつけていただきたいのだということです。そしてもう少し話をしておくと、次の資料にってなっているところなんですけれども。ここにじゃあどうやって深掘りしていけばいいか？っていう指針をちょっとまフローチャートのようなもので書いておきました。 まあ、あのミスのパターンを本当にざっくりですけれども3つに分類したというふうに考えていただければ結構です。まあ、つまり、まあ、何かの形でミスはあるんだけれどもじゃあそれが一番左側パターン1知らん。 こんなな論点生まれてて初めて見たただったら全員解けないですよね知らない論点が何、まあ、あとか想像力を働かして解ける方いらっしゃるかもしれないですけれどもこの論点全く知らないっていうのであれば、まあ、それはそれで解けなくて当然なので、まあ、このパターン1のミスもあるただ多分皆さんの中で、えー、皆さんを苦しめているのはパターン2とかパターン3の方のミスだと思うんです。例えばな、うん、なんとなく知ってたこの論点、ね、でも 例えば択一だったら何か解けた気がするんだけど記述でこれ見たことあるんだでもどうしていいかわかんないなんとなく解けなかったパターンにとかねあるいはもう一回記述でもう解いたことがあってよく考えりゃ知ってるとこれ全然自分解けるでも今回その論点が問われてたことに気がつかなかったですっていうまあミスのパターン本当にざっくり分けているところ3つのパターンがねあると思うんです。なので 復習していただく時にただ単に解説を見てうんなんとなく合ってたあるいは何となく知っててこれちょっと自分が時間がなかっただけだから例えばね次やったら解けるよって思ったところで止めてしまうと。 明日の自分に対する次の作戦が次のプランが立たないのでいつまでも比較的同じようなミスをしやすい状態が続いてしまうとなので間違っててもいいのでじゃあ次はどういう新しい作戦を持って臨むのかということにこう着目するためにも失敗してもいいのでこれをやってみるとりあえず自分でやってみる。 で具体的にじゃあパターン分けができたら、まあ、どんな対応をしなきゃいけないのかっていうのもこれも一例ですけれども、まあ、知らなかったっていったら、まあ、知るしかないのでここはもう覚えるって作業ですよね例えばひな型知らなかった書けなかっただったらもうひな型覚えるしかない出た以上はねて それれがももしししかかたらマイナーなな雛形かもしれないです実力要請編だったらそういう雛形を見ることになるとは思うんですけどもでもよく考えてみるとこの実力要請編を何千人かの受験生今年試験を受ける受験生が受けてる何千人かがこの雛形形見てるということはその時点であんまり目立った論点じゃなかったものでも皆さんと同じ立場の人が見てるので。 1> 1回出ててるものっっっ正当率ちちょとと多分上がっちゃうと思う思んですよねなのでそういったところからするとやっぱ見て、まあ、もうそのまま暗記しなければいけないようなものもあるとは思うんですけれども、まあ、こんなのマイナーでまあ出ないだろうからいいやって切り捨てちゃっていいのかどうかというところはありますよねなのでまあ出たものは、まあ、あの理屈でわからなくても次出たらまあ例えばかけるようにはしとくかぐらいのつもりでいていただくといいのかなとは思っています。 まあなのでそれに限らずですけれどもテキストとかひな形に戻って要するに覚える知るる知とということが必要になるわけですよねじゃあ次え皆さんでどちらかというと対応が難しいかなというのがパターン2とパターン3ですけれどもまあ使いこなすためにはまあ例えば択一だったらこれ分かるんだけど記述だと何か解けないやっていうものだったりするとここが結局何で今回うまくいかなかったかを自分の中でへりくつでもいいんです。 明確化してみようっていうあそういうアクションを取ってみることが大事だと思うんですね例えば似てる論点ありますよね似ててなんかどっちかなんだよなってでもそのどっちかがよく分かんなくって迷っちゃったっていうのであればその迷う2つの論点を切り分けるポイント移動って書いておきましたけどこれが何かまで掘り下げておく必要があると思うんですよね皆さんそれぞれ 迷う論点って皆さん全員違うと思うのでここから先は一人一人の作業になってしまうと思うんですけども、まあ、間違えたなんとなく知ってるんだけど他の論点とどっちか迷っちゃったっていうんであればどこが皆さんを迷わせているのかっていうのを探してあげないと次の日の自分に対する助けにならないわけですよね。あるいは まあ例えばねあの2年とか10年とかそういう年数ものとかだったとするとなんとなく択一で見たらこれが間違いか合ってるか。 かかるんだけど正確に何年っって言えなかったと例えば期間計算でも2週間っていうのは知ってるけどじゃあその2週間計算するところが、えー、ちょっとできなかったっていうのであればその2週間計算することまで求められるんだからそういう能力までちょっと掘り下げとかなきゃいけないとかねそういうどうしたら次は正解に至ることができるのかっていうのをこれ自分で探す以外方法がないですから、まあ、解説講義等でも皆さんの中で多くの人がハマっていきそうなものであればポイントとしてご指摘できるんですけど やっぱりそれは最後は皆さん一人それぞれ一人一人の個別の事情になってしまうとは思うのでそういうところを探してあげるのはやっぱりここが復習だとは思いますそして3つ目、まあ、この気がつくためにはどうしたらいいのか、まあ、このどうしたら気がつくのかそのキーワードだったりこうフックになるものを,、ねえー、をあの探してあげる必要があるんですよねなのでここも森山先生がちょっと言ってましたけれども この文言が出たらこの論点につながるねとかこういう紐付けを間違いノートにあの抜き出しておくなんていうのがありですよねっておっしゃってたと思うんですけれどもイイメメーージジはそのイメージ例えばえーそうだな何がいいかなあの会計監査人の再任見なしとかあれだったらああこれ定時株主総会で何にも言ってなかったらそのままあの自動再任ってあるじゃないですか。じゃあ,あれを 書いてないいいから見逃しやすいですでよね書いてあることは皆さん考えるんだけれども書いいいいててないことに気がつくっすすごい難しいわけですそうすると「やべ見逃した当然知ってる」じゃあこれをどうやって次同じ論点が出た時に自分に気がつかせるかっていうのを一生懸命探すんですよね。そうすると例えば私だったらもう会計監査人って別紙1位に書いてあったらもう再任見出しのことが頭に思い浮かべるように強制的にするとかね。 でそれで「再任見なし」を確認するっていうのはもう余白とかに書いといて必ず最後それを「再任見なし」チェックしたからって最後答え,は答えを書くときあるいは見直しのタイミングで見てあげるとかそういった形でなんか次うまくいかせるためのポイントをねえ探してそれに対するアクションをしていく必要があるので例えば 事例とかキーワーワドをこう見てってっ自分の中で次どうやったら気がつけるかなっていうのをなんとかこう作り出していかなければいけないだろうなということでこのパターンどのパターンのミスに当たるかを分析することが非常に復習の中では大事でしょうしその分析したらその分析したあとじゃあ次どうやったらうまくいくだろうかってこれも自分でやってみるしかないところあるいは解説を聞いていただく中でヒントが入っているかもしれないですけれどもそういった時 次に同じ論点同じ仕掛けで同じ論点が出たら少なくとも正解できるようにするにはどうしたらいいかここまで掘り下げておくのが特に記述式の場合だとここが復習の味噌になるとところだと思うんですつまりあの論点を知ってたかどうかもっと言うと点数が合ってたかどうかってある意味この時期実力要請編だったら、まあ、どうでもいいとまでは言わないですけれどもそれよりも偶然合ってて点数が取れてたとしてもその 本試験だったら聞いてくるような深い仕掛けが問われた時に間違えちゃうようであればそれはぬか喜びに過ぎないっていうこともありますからねあのちょっと怪しいななんとなく偶然当たったなって皆さん分かるじゃないですか解いたらなのでであれば復習の時は次確実に取り切るためにはどこ見とけばよかったんだろうかっていうところまで掘り下げることさえしておけばいいと思うんですよね。それもいいいいつやるのかっていうととう当日が一番いいと思います なぜかっていうとその解いた時の自分の意識が鮮明に残っているからそれが1日2日経っちゃうとどんどん自分の記憶って基本はいい方向に美化されていく都合のいいことはどんどんこう忘れていこうとするのでその時の焦った気持ちとか間違いに至った心境っていうんですかねそれが抜けちゃうので、まあ、あの復習にかける時間もある程度時間が必要ですけれども今言ったこのミスの分析をしてどこのパターンだったどうやったら次解けそうかっていうところまでやってる復習 切っっちゃってもいいので必ずミスの分析まではなんとかその日のうちにねあの解いた自分に一番近い状況の時までにやっておかれるといいのかなというのがまあアドバイスにはなっていきます、はいえー。ということでもらっている時間がもうだいぶ少なくなってきているのでなので結論として1ページ戻していきます1ページ目に戻していきますとなので予習,予習に関しては、えー、と論点的な予習は私はいらないと思ってます。 まあ初見の問題必ず初見の問題でしょうからその初見の問題をどう解くかっていうのが必要になっていくので現場対応する上でも特に予習はいらないただ今回はどう解こうかつまり計画ですよね例えば1時間1時間使って解くとかもし時間が足りなくなっちゃったらどういうふうにしようかなっていうなんとなくのこの 作戦を立てて望むぐらいでいいかなと思います。2回目以降だと前回の反省を踏まえて、もう少しあの早めに記述に取り掛かるとか出てくると思うんですけれども、あの論点的なよしはいりません。ただどうやって記述式の問題に取り組もうかというね、あのプランはなんとなくでいいので立てて望むようにしてみてください。で次で受け方ですけれども、もう受け方に関しては、まあ、その自分でこう受けようって決めたものに忠実にこう 言っていただくしかないかなと思うので、まあ、一生懸命解けばいいですというふうに考えていただければいい3時間の中で何とか1問でも1点でも多く取るために一生懸命やるっていうので十分だと思います、ね、でそれで頑張った後の復習ですけれども結局ね現場では頑張ってやるしかないのでそれからあとですよねじゃ現場はその時は頑張ったじゃその後どうしていくかっていうところでここでさっき言った「 ミスの分析だったりとか例えば時間のかけ方だったりとかそういうところも含めてその時の自分を分析してあげて次もうちょっとうまくいかせるためにはどうしたらいいかということで、えー、丸さんの復習のところがね大事になっていくでその復習のところで何をすればいいかっていうと資料の2番目でつけておきましたけれども。 ミスの分析ですよねその時のご自分がどうだったらもっと言うと1時間前に戻ってその時の自分にアドバイスしてあげるんだったらこここうやってやっといたら解けたよっていうようなものを探してあげるっていうのが、えー、復習のポイントになると思いますので、まあ、あの記述式の、ね、問題、えー、3時間使って解けるチャンスはもうそんなに今年度残っていませんからその時に一つでもね有効な、えー、材料というかあのトレーニングにしていくためにはこの次の自分に対してどう アクションしていくかこの PDCA のモデルでいうとチェックとアクションのところが大事になっていくと思います。はい、というとなんかはい、えっ、ー、と,いうとなんかちょっと変な声声んですけど <laughs> はい、まあこんな形で、はいあのーまあ、時間の方来てますので、えーまああのー、復習ねあの、復習しないっていうのはなしです。であとは復習するんでもどっちかというと論点的なとこもそうだけど。 もうちょっと大きい声で話して頑張ってみましょうかね。はいえー、それよりもその、どこが皆さんのミスにつながったのかまで切り分けておくこと、ここまではその日のうちにやるっていうのを、ね、ぜひお勧めしておきたいと思います。じゃあ、このあたりで、時間の方が来てますので、私のほうの担当、記述式に関しての、まあ、実力要請編の受け方ということを中心にさせていただきましたが、このあたりで終了にしたいと思います。どうも長い時間お疲れ様でした